ほど出会った仲間を部隊に加えることを推奨します。確認しました。出撃をタップするとクエストが開始します。よし、行くかみんな。ここでは感づかれるかもしれません。我らの村でご説明させてください。我々も警戒しますが、何卒ご助力を。せっかく村に案内してもらうんだ、そのくらいは手伝わせてくれよ。相手は小物じゃな。敵や味方のキャラクター長押しで対象の詳細情報を展開します。敵の情報を把握して戦闘を行うことを推奨します。クアッハッハッハ。村に向かう道中、魔獣との村の村長をさせていただいております。はい、どうもよろしく。で、自分にお願いとは何ですか？実は最近魔物の動きが活発に…しょうか。いや…我らの神が一月前にお姿をお隠しになられたのです。そのため近隣の魔物がこの地にちょっかいをかけ始めまして。神ってヴェルドラのことか？時期的には合うな。魔物よけになっていたということか。我々も応戦したのですが、戦力的に厳しく。それであなた様に力を貸してほしいと。なるほどね。しかし自分はスライムですので、期待されているような働きはできないと思うのですが。ははは、ご謙遜を。ただのスライムにそこまでのオーラは出せませぬよ。相当に名を馳せる魔物なのでしょう。オーラ？なんだそれ。そんなの出した覚えはないぞ。大賢者、
魔力感知の視点を切り替え、自分を客観的に見せてくれ。視点を切り替えます。うわ、オーラを出したままだったのか。大通りを社会の窓全開で歩いていたみたいだ。これはあかん。だからゴブリンたちは怯えていたのか。ふふふ、さすがは村長、わかるか。もちろんでございましたも、漂う風格までは隠せておりませぬ。そうか、わかってしまったか。はなかなか見どころがあるようだ。引っ込められた。おお、それでお願いと言いますのは。ゴブリンの話によると、東の地から狼の魔物ガロウ族が押し寄せて戦いになり、ゴブリンの戦士が多数討ち死にしたのだという。その中に名持ちの守護者のその戦士も討ち死にし、村は危機に瀕しているという。ガロウ族は全部で100匹程度、こちらの戦えるものは60匹くらいでして。絶望的な戦力差だな。なんか無理ゲーっぽいな。なあ、その名持ちのゴブリンの戦士は勝てないと分かっていて戦ったのか。いえ、ガロウ族の情報はその戦士が命がけで入手したものなのです。戦士は私の息子で、これの兄でした。そうか、悪い。一つ確認したい。はい。俺がこの村を助けるなら、お兄を差し出せ。なんて求めてない。我々の忠誠を捧げます。我らに守護をお与えください。さすれば我らはリムル様に忠誠を誓いましょう。そういえば、何のかんの言って昔から頼まれごとに弱かった。ガロウ族だ。やばい、やばいよ。コーリ、落ち着きなさい。ビビる必要はない。これから倒す相手だ。では、お前たちの願い、暴風竜ヴェルドラに代わり、このリムルテンペストが聞き届けよう。ありがとうございます。我々はリムル様の忠実なるしもべでございます。任せておけ。で、守護者どうやって村を守ろうか。まずは村を回って状況を把握するか。